子供と喋りて、厨房ぐらいの男の恋愛相談乗りてえわ。何ポコチンに毛生えてるみたいな感じでさ。いや、そんなこと言えねえっすよみたいなこと言ってさ。チンポロが向けてるみたいなさ、合うんだよ、ちょうど波長が俺と。口に出して言いたくなるだろう。チンポの皮むけてるって。言いたいわ。この配信で一番若いやつ、あ、いいね。ちょっとさ、マジでさ、一番若いやつちょっと話そうぜ。G メールくれ。俺携帯出ますから。非通知で。G メールくれ。若いやつ。若いやつの意見を聞きたいじゃん。高校生だとちょっともう成熟してんだよな。中学生がいいな。中学生の男。中学生の男の悩み聞きたいわ。でも想像できなくない？あ、中3の14歳が来た。いいね、いいね。かけるぞ、今お前に。03とお前実家に、俺家で見かけんの、お前の。そりゃ迷惑だろ。なんで携帯持ってねえのかよ。それ無理だよ。さすがに無理だよ。実家の、あ、よかったよかった。あ、17歳か。無理だな。信憑性がやばい。中3、14歳ですって来てさ、あ、03のって、実家の電話番号送ってきやがった。そうだよな。いや、固定電話にはさすがにかけらんないわ。親出たらどうすんだよ、もしもし、とか言って。いや、ちょ、家電まずいわ。家電はまずいわ。いや、17歳はもう大人なんだよな。中学生がいいんだよな。あの中学生ならではのさ、ういういしさ。変わってもらえばいいじゃん。名前わかんない。いや、名前出てんだよ、こいつの名前。G メールで本名出してるから。すぐわかる。しかも、流星真っ赤。おい、ちょっと待って。おい、流星一回電話していいか。こいつは、俺未成年の顔使ってんのかよ。俺今すぐスチーム変えるわ。謝るわ。お前、工房だったの。ちょっと流星にかけっか。で、マジで電話するわ。マジで電話するわ。おい、出ねえ。おい、出ねえじゃねえかよ。もしもし。ただいま電話。ざけんなよ、てめえ。なんでだよ。お前、今メール来てんじゃねえか、2分前に。ふざけるなよ。お、中に来た。中に怖っ。こんな時間に、なんで結構みんな見てんだ。中二ってやべえな。しかもこれ女じゃねえか。あ、男か。男です。一つ聞いてみたいことがあります。聞いてみたいの見たいが、見るっていう感じになってるところからして、こいつは有望だな。中学校だもんな。もう高校生とかいいや。やっぱ、一番ず、高橋流星、非通知設定に切り替えが分かりません。意味わかんねえや。どういうことだ。お前がかけてこい。意味わかんない。日本語も意味わかんない。N コに通ってる17歳です。こいつにしよう。こいつにしよう。いいね、いいね、いいね。カモがネギショってやってきた。よし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 。ちょっと待ってな。なかなかいい素材が。こっちか。学生証送ってきてある。さすが。もしもし。もしもし。もしもし。すいません、はい、もしもし。N 構成ですか？そうです。ちょっと心臓悪くってて、すいません。え？何何何？N 構成です。はい。
好きな配信者と嫌いな配信者教えてもらっていいですか？好きな配信者は、うんこちゃんで、嫌いな配信者はモコです。モコのどこが嫌いなの？なんていうんですかね、生きった喋り方が嫌い。なんか、生きた喋り方嫌いなんだ。正解。そのままの君でいて。なんかその、最近のさ、俺、今若者の悩みを聞きたくてさ。はい。なんか若者の N 高生ならではの悩み、教えてよ。N 高行ったら、友達できるかなと思ってたんですよ。うん。なんか、コミュニティみたいなのがあって、スラックっていうアプリで。え？どういうこと？チャットみたいなのするんですよ。LINE みたいな感じ？そうです、そうです。うん。で、それで結構友達できるのかなと思ったら、うん。みんな、なんていうんですかね、陰キャばっかなんで全然チャットに参加してくれないんですよ。1000人ぐらいいるのに。1000人も同じグループいんの？はい、そうなんですけど、全然雑談もずっと静かなんですよ。へー、マジで？はい、毎回なんかこう、こう来たなって思ったら、毎回メンツが決まってる4、5人とかで。1000人いて？はい、そうです、そうです。なんか今あなた N 校の何年生なの？いや、僕3年ですね。途中から転入したんですよ。なんで前の学校辞めちゃったの？前の学校知ってます？ニュースで話題になったんですけど、ウィッツ青山高等学校っていう。ごめん、ちょっとわかんないけど、そんなバンバン名前出していいね、あなた。有望だね。はい。なんかやばいとこだな。個人情報恐れてないんで。うん。じゃあなんか問題になっちゃったの？ニュースで、うん、カリキュラムが、USJ のお小遣いで算数がうんたらかんたら。ああ、はい。それで、出身の高校が、ウィッツっての嫌だったんで、うん。転入しようかな。それで N 校行ったの、お前。そうです。わかった、じゃあ。通信だったんで。じゃあ、わかった。一個俺からアドバイスするわ。はい。一生懸命勉強して、まず、大学行こう。大学行く気がある？影響あります。じゃあ、頑張って大学行って、また大学生になったら連絡してきて、加藤さん、ちゃんと加藤さんに言われて勉強して大学入りました、つって。約束してくれ。はい。頑張りました。うん。失礼します。ありがとうね、こんな時間に。はい。勉強頑張って。はいはい。はい、じゃあね。はい。やっぱ若いっていいなぁ。若いっていいなぁ。15歳母子家庭、進路に悩んでます。なに俺、中学生のそんなマジでやつ絶対聞きたくないわ。今、親が風呂なので今のうちにかけてください。さっきですから、今、親が風呂なので今のうちにかけてくださいって来たんだけど、そんな博打打ちたくねえよ。なんで俺、お前の、そんなさ、恋愛してるやつみたいにさ、今親がね、今親が風呂入ってるからかけてくださいって。やだよ、お前！昼間にしてくれ！怒られちまうよ、俺が、おめえの母ちゃん、父ちゃんに。今風呂が、親、ちょっと待って、お前、ちょっとさ、やばくないか、これ。いや、じゃあ、未成年じゃなかったらかけるけど、絶対、親子に怒られる。親子に絶対怒られる。ちょ、メール返しとくわ。昼間にしようって。昼間にしようなって。やだよ。親に怒られたくねえ。絶対こいつ面白えな。今、親が風呂なので今のうちにかけてください。へぇー。やだ。11時以降に電話したら、いや、やだ。そんな、爆地したくねえ、なんか。だってさ、15歳ってことはさ、20歳で産んでたら35歳だよ。俺さ、もしさ、同世代のやつにさ、こんな時間電話かけてきて、あんた何だと思ってんのみたいな感じでさ、俺すげえショックから立ち直れねえよ。さすがに心に響くわ。心に響くよ。さすがにな。親と変わってくださいって親とも喋ってる。もしもし、ごめんなさい、こんな時間に。あ、いい、大丈夫です。お名前はいいや。年齢教えてもらっていいですか？今、16歳です。あ、16歳、高校1年生ですか？そうなんだ。今、堂々と言ったけど、そういう、なんで中卒で仕事してないの？ちょっと、
試験を受けたんですけど、うん、見事に滑り止めも全部落ちてしまいました。あ、落ちちゃったんだ。私立は？はい。あの、私立の方で、うん、まあ、県内というか、市内で一番頭の出来の悪い人が行くところも、まあ、見事に。あ、もう全然、もう、全くもってして勉強できなかったんだ。そうですね、あの、というよりは、その滑り止めのところを、うん。を、あの、一つ、学科がいろいろあって、うん。その中で、ちょっとだけ、くらいの高いところに、うん。入ろうと思って、そっちを受けたら、うん。まあ、見事に、落ちてしまって。あ、そうなんだ。で、もうやる気も、やる気なくなっちゃったの？そうですね。え、なんかでもさ、あの、通信とか行けば？ああ、そうっすですね。ご両親は健在なんでしょう？そうっすね。今はちょっと県外の方に出てるんですけど。一人暮らししてんの？そうっすね。N 校行けば？ N 校。友達紹介するよ、さっきなんか。ああ、そうっすね。N 校。で、ケンタね、あのさ、俺も N 校バカにしてたけどさ、県内で一番バカな私立に落ちるやつにバカにされてんの、N 校って。あ、みんなの同世代の評価はそんな感じなの。俺ちょっとやっぱ31だからわかんないわけじゃん、15、16の奴らの。ああ、そうそう。どうなの？ 15 歳ぐらいから見て N 校どうなの？あいつら気持ち悪いなと思うの、やっぱ。いや、ちょっと、なんかもう、あの、まあ、N 校の動画あったじゃないですか。あった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 。ちょっとあれを見た感じ、うん、なるほどって思って。行きたくないんだ。そうっすね。でも、まあ、一応でもさ、やっぱ中卒だとなかなかさ、はい、社会厳しいじゃん。そうですね。だから一応高校は出といた方がいいよ、親に頭下げて。ああ、そうですね。わかりました。うん、頑張ってね。はい、で、高校受かったら俺連絡してきて。はい、わ、はい、かりました。じゃあね。はい。はい。やっぱ若いっていいなんか。可愛らしいよな、なんか悩みが。県で一番バカな、絶対 N 校よりバカじゃん、あいつ。なのにもかかわらず N 校バカにしてるっていいな。厨房はいいんだよ、厨房が。俺は。ラストな。ポジティブだなぁ。全然。やっぱ中学生なかなか、この実家暮らしのやつしか、いねえんだよなぁ。あ、母子家庭の子、いや、聞くか。何が嫌だってさ、こいつらの親がさ、俺と同世代だってのが、本当に気まじいんだよ。なんかそっちも考えちまう。下手なこと言えねえな、みたいな。陽気なバカ来ねえかな。18で産んでたら1個上だよ。こんばんは。もしもし。あ、ちょっと放送止めます。ありがとう。はい。もしもし。はい。好きな配信者と嫌いな配信者教えてもらっていいですか？あ、好きな配信者はうんこちゃんなんで。ありがとうございます。嫌いな配信者は、なんで野田総理嫌いなの？はい、あの、ちょっと、あの、変な、なんか、あられちゃんみたいなサングラス。もう見た目が受け付けないんだ。あ、そうそうですね。あの、ご両親の年齢というか、母親の、何歳なの、母親？母親は38です。38なんだ。じゃあ、俺とあなたより、俺とあなたの母ちゃんの方が年近いってことでしょ？そうですね。それについてどう思う？その、俺の年齢については。俺今31なんだけど。ありがとうございます。え、じゃ、悩みそうだもん。俺のことパパって呼んでいいよ、今日は。あ、ありがとうございます。俺のパパって呼ぶよ、ちゃんと。でも、今度新しいパパができるんで。じゃ、それまで俺のことパパって呼んでいいぞ。俺もやっぱさ、あの、今恋人もいねえからよ。ちょうど家族持ち手願望あっから、今それでかけてんだよ、中学生に。俺のことパパって呼ばしてたと思って。あ、お願いします。今日は俺のことお父さんだと思って何でも相談してな。個人情報言っちゃダメだと、でも。はい。で、どんな、あ、全然大丈夫だよ。あの、僕ちょっと今、広島に住んでって。あ、そうなんだ。はい。で、広島の、あの、母親が子供の頃から、あの、ここの大学に行けっていう、ちょっと中の上ぐらいの大学があるんですけど。うん、うん。それで、あの、塾二つ通ってまして。お、結構頑張ってんね。はい。うん。だけど、あの、学校の先生が言うには、うん。そこの大学に行くには、あの、
前が行ける高校のレベルで、他の奴らと競い合ってもちょっと難しいから、うん、あの、バカな高校に行って、運動してこいって言ったんですけど。え、それ、先生がそんなこと言ったの？そうですね、あの、ちょっと言い方はあれですけど。まあちょっとランク落として、その学校でトップ狙えって。俺は違うと思うぞ。うん、その人の連れ子っていうんですか、その人が大学生なんですけど、うん、え、ちょっと待って、お前大学生の兄弟できんの、いきなり。その人から、あの、うんこちゃんを教えてもらって多分今これを見てると思う。あ、そうなんだ。え、今度は3人で喋ろうぜ。はい、あの、家庭の、複雑な家庭の枠で喋ろうぜ。はい、うん、そのお兄ちゃんが、うん、あ、そうなんだ。行ってこいって言われてる、ちょっと、簡単じゃないですけど、うん、言いにくいんですけど、うん。で、そこの学校だったら、お前ならトップは取れるって言ってくれたんですけど、おで、実際のところその後に、うん、あの、ちょっと聞こえたんですけど、うん、あの、塾2校だったらもうちょっといいとこ行ってこいよって言って、うん、あの、ケーキをもらったんですよ、そのお兄ちゃんから。うん、で、このままどうしようかなっていうのが悩みで、でも塾2個まで通って、あの、お母さんのあれも期待に応えないわけにはっていうのがプレッシャーで。なるほど。はい。要はその自分としては、あ、まあ、自分としてはというか、その、はい、周りは先生とかはちょっとレベルランク下げて、その学校でトップを狙って推薦とかもあるから頑張れよっていう声もあるし、そんなに塾とか行かしてもらってるんだったら、もっともっと上のレベルで頑張れよという声もあって、自分としてはどうしていいか決めかねていると。はい。そういうことだよね。はい。で、あなたの気持ちはどっちに傾いてんの？僕は、うん、あの、楽をしたいわけじゃないですけど、うん、あの、ちょっとバカな方に行って、うん、あの、確率は少しでも上げたいなっていうのが。なるほど。俺はでもさ、自分だったらだよ。はい、自分だったら、自分が行ける限界のところに行った方が、やっぱ周りのレベルが高いといい刺激にもなるし、教育のレベルも高いはずじゃん。競い合う。そう。え、負けたくないでしょ。男だったらやっぱさ、負けたくねえなっていう気持ちって絶対ない。そうですね。そこで逃げちまったらやっぱさ、将来的にさ、またさ、楽な方行っちまう可能性ゼロじゃないじゃん。だから、別に、ただ、それ、あなたが努力しなきゃいけないけどね、多分、高校行ってから。はい。でも、なんか、そこまで、でも、そっちでダメだったら、別に下の方行ってもトップ取れないと思うから、俺は頑張って上行った方がいい。俺はいいと思うけどね。あ、そうですか、やっぱり。うん。ですよね。で、一番の、あれなんですけど、うん。相手のお父さんが、うん、あの、自分の息子と会わせたい、大学生のお兄さんと会わせたいって言うんで、うん、あの、お父さんとは何回か会ってたんですけど、うん、その相手のお兄さんと会うのが初めてで、うん、お前ちょっとあの、お互いの親子同士でちょっと出かけたんですよ。うん、旅行、ゴールデンウィークに、うん、で、その時初めて会って、あの、僕もちょっとあの、オタクが入ってるんですけど、うん、あの、そのお兄さんもちょっと卒業したらしいんですけど、うん、ちょっとオタクが入ってて、うん、で、そういう話の中で、いきなり、あの、お前塾2個通っとって、あの、ちょっとそれはやばいんじゃないか。ワンチャン発達障害あるんじゃないか。それ、好きな女の子、子供にさせてたのお父さんかな。うん。うん。お兄さん、そのお兄さんがそうやって言ってるのは俺の影響だから気にしなくていいよ、多分。俺発達障害っていうワードよく言うから、それはあんま気にしなくていいわ。あ、でも、うん、お兄さんが行ってる大学が、うん、あの、なんていうんですか、その、教育者を育てるところらしいんですよ。うん。あの、小学校だったりは。うん。で、その中の勉強で、なんかあの、
そういう勉強してるらしいですよ。それ、お前、それ悩んでるの、それで、お前。僕は、でも、違うと思いたいんですけど。多分ね、喋ってみた感じね、あなた発達障害じゃないから大丈夫だよ。そうですか。そんな、なんかし、あ、でも、悩みすぎちゃうとさ、悩みって、で、俺もね、中学校の時とかってさ、俺ホモなんじゃねえかなとかさ、そういうくだらない、全然違うんだけど、そういうんで悩んじゃうことあるけど、全然、大丈夫だよ。は、なんか、理路整然としてるし、15ぐらいでしょ、まだ。はい。立派だよ、全然そんなの気にしなくていいよ。よかったです。お前は発達障害じゃねえよ。はい、だ、一生懸命勉強して、はい。いい高校行って、はい、いい大学行って頑張ってください。あ、じゃあ一番になろうと思います。そう、いいね、そのいい、やばだ。ダメな方で一番になるんじゃなくて、いい方で一番になります、先生って言ったよね。ちょ、言え、今度。いや、先生、僕は、確かに今じゃできないかもしれないけど、誰よりも努力して、いい高校で僕一番になって先生に報告しに行きますんでって、知人に言われたから見ててくださいって、言ったよね。おっきいこと言っちゃうね。言ったよね。あ、じゃあもう、あの、ベネッセの模試に高校一つしか書かないです。それは別に何個も書いてもいいけど。はい。頑張ってね。すいません。お、しかも最悪さ、最悪ダメだったもん。N 校行きゃいいから大丈夫だよ。俺がちゃんとあれ教えてやっから、N 校の行き方。あ、わかりました。うん。もうどんどん胸を張って、頑張ってね。ありがとうございます。はいはい。じゃあね。します。はい。やっぱいろんな悩みがあるんだな。厨房ならではのさ、なんか、あるんだろうな。俺たちには分からない。でもさ、俺たちも、中学校ぐらいの時そうだったよな。厨房ぐらいの時はわけわかんねえことで悩んでなかった。俺、その、東京行って電車に乗れないんじゃないかって、それでずーっと悩んでた子だったもん。お兄ちゃんと、またゆっくり、喋りたいわ。やつの。今度またやるから。中学生の悩み損するから。頼むから、あの、自宅のやつとはちょっと一回喋りたいわ。あいつとは今度また、ゆっくり、時間をかけて。メール返ってきた。わざわざ返事ありがとうございます。お時間あった際で構いませんので、機会がありましたらご連絡お願いいたしますって。なんでこんなオフィシャルの付き合いしなきゃいけないの、この中3のガキと。ちなみに明日は学校が休みなので、もし配信するようでしたらご連絡ください。個人的に電話するわ、こいつに。で、みんなの報告するで。いいなぁ、やっぱ初々しかったなぁ。またたまにやるわ。お疲れ様でした。